陸軍航空隊の隊員募集ポスターアメリカ陸軍航空隊はかつて存在したアメリカ陸軍の部門。1926年にアメリカ陸軍航空部の再編によって設立され、1942年にアメリカ陸軍航空軍に統合された。また航空軍は1947年にアメリカ空軍となった。アメリカ軍における航空戦力の始まりは、 1907年8月1日に設置された陸軍信号隊の航空機部門まで遡ることができる。当時はもっぱら気球や飛行船等の運用を行っていた。1914年7月18日、航空機部門は航空部に発展する。その後、第一次世界大戦への参戦を経て、1918年5月24日には、 陸軍省直轄の組織としての陸軍航空部隊へ、改組され、さらなる航空戦力の充実が図られた。急戦の時点で、航空部の戦力は、将校19000名と、貸し官兵178000名、航空機1百7 5 4機であった。その後の動員解除により、これらの人員と航空機の大半は失われることになる。 第一次世界大戦を通じて航空戦力の重要性は広く知られるようになり、イギリスでは1918年4月に陸海軍から独立した空軍の創設を行っている。アメリカでもウィリアム・ミッチェルらが独立した空軍の設置を主張したものの政府ではこれを認めなかった。1920年の陸軍再編法でも航空部は依然として陸軍の部門と 位置づけられていた。1926年7月2日、航空隊法のもとで航空部は陸軍航空隊と解消した。当初、陸軍航空隊の各航空部隊は航空戦力による独自の作戦を行わず、地上部隊の指揮系統に従うものであった。陸軍航空隊の指揮系統においては、機材の購入や航空基地の管理、人員の訓練が、 シュニングとされた。また、航空戦力の戦力の拡充については平時における軍事費の抑え込みや大恐慌の影響により、1920年代においては活発なものではなかった。1935年3月1日、航空軍総司令部が設置される。従来、航空戦力の戦術的運用は、各軍団ごとに個別で行っていたが、以後は、 GHQAF が一括して指揮を取った。1939年9月、ナチスドイツのポーランド侵攻によって第二次世界大戦が勃発する。これを受け、当時2万6千名の辞任と2000機程度の航空機を有していた航空隊は将来的な参戦に備えて拡充を図ることになる。1941年6月20日、陸軍省は 陸軍が有するすべての航空戦力を運用する部門として陸軍航空軍を設置した。これは陸軍地上軍と同等の地位を有する部門と位置づけられ航空隊よりも上位にあった。1942年3月9日大統領令9082号の下陸軍は地上軍、航空軍、兵艦部の3部門に改組された。この際に GHQAF 司令官と航空隊総監の職務及び権限が統合され、航空軍総司令官の職が新設された。これにより組織としての航空隊は航空軍に統合され、消滅した。以後、航空隊という言葉は不評などと同様に、陸軍における陛下の名として扱われることになる。1947年、航空軍は、 独立した軍種としてのアメリカ空軍に発展し、航空隊は陸軍の陛下としての役割も終えることとなった。ジュリオ・ドゥエなどによる戦略爆撃理論の提唱及び大型機の対応・高速化が進んだこともあり、1920年代から1930年代にかけては世界的に爆撃機有理論が強くなっていた。陸軍航空隊もこの流れを受け、 長距離爆撃機の開発、導入に動いている。1930年代初頭には、戦闘機よりも高速な金属製、単用の爆撃機として、Y1 バイトから q や B-10 が開発されている。B-10 は、派生型の B-12 も含めて150機以上が、採用された。その後、XB-15 の試験を経て、1935年には、 B-17 の開発に成功している。1933年頃には50個飛行隊を編成している。ありがとうございます。